どうもギャバです。本日はヘルメットのお話になります。気軽に被りたいと思ってこう買ったんですけれども、この2つが、まあ、どういう塩梅なのかっちゅう比較系のね、動画になります。よろしくお願いします。じゃあリードの方からお話します。はい、リードだいたい今ちょ気持ち値上がったんですかね、1万7000円ぐらいですか。ちょっとアマゾン見てみようか。あ、安いんだね。これアマゾンで今1万6000円ですね。本当に安い時1万4000円ぐらいだったと思うんですけど、システムヘルメットで こんな感じで開きます。こっちは期間でいうと1年使ってますけれども、まあ、実際使用した回数はそんなに使ってないんですが、結構ねギシギシいっちゃってます。はい、形的にはごめんなさいリードさん、ごめんなさい、僕は全然気に入らなかったです。はい、形が嫌で、あのヤマハのゼニスを今回買ってみました。なんかあのガンダムの雑魚キャラに出てきそうなこの頭の部分と、リードさんの良くないところは後でちょっと被ってみますけれども、ここが良くないんですよね。はい、ここ取れちゃったんですけど、さらにここのノーズのところが取れちゃいました。こうすごく取れやすいんですよね。あとね、結構ダメ出しが多い。ここシールドを外すときにここのパーツがめちゃめちゃ折れやすいんですよ。もう一回外しただけでパキッといっちゃって、新品買ったなんかもう一回やったんですけどパキッといっちゃったから、リードさんは被りやすかったんですけど、パーツがやっぱちょっと脆いですね。はい、ゼニスがどのぐらい頑張ってくれるのかわかんないですけど、あんまりなんか良くなかった。ごめんなさい。でも安くてシステムヘルメットを出してるのはすげえと思ってます、マジで。だから本当にね、あのいい仕事はしてくれるんだけど、もうちょっと高くしてもっといいもの作った方がいいんじゃないですかみたいなね。ただ後ろはねかっこいいんですよ。後ろはあの後リアのね、このシルエットとか、あの真後ろのシルエットめちゃめちゃかっこいいですよ。だからフロントから見た時のシルエットとやっぱ印象がね全然ちゃうよね。あとインナーはねめちゃめちゃ外しやすいんですよ。これインナーって、ね、ここね、あのチークパッドとか ここら辺のパッド類はめちゃめちゃ外しやすいんで、なんか悪いところいいところもういろいろある。結論としては1万5000円のレベルでこれを出してくれてるのはやっぱまだちょっとお金があんまりこう懐に余裕がないっていう、まあ、バイク買ったばっかりの方とかはいいと思うんですよね。そういう方には全然いい。でもガバオの旅仕様にはちょっとやっぱ持っていけないんだわっていうね。じゃあまだこっちのゼニスをこうしっかりとは使えていないんだけども、今段階のレビューとしてちょっと聞いてほしいんですが、あ、まずちょっとシルエットからいこうか。シルエットはこれホワイト買ったんですけど、ホワイトって膨張色なんで、あの実際よりも大きく見えちゃう。これ L なんですけど XL ぐらいちょっと大きく見えちゃうんですよね。でもブラックだったら問題ないと思うんですよ。このゼニスもあんまり ここのダクトのところはあんま好きじゃないんだけど、あれリードさんよりはかっこいいと思う。リードさんよりはいいかな。一応このグラフィックモデルになるんですかね、こいつは。はい、グラフィックモデルとして、このホワイトのやつを買ってます。まあまあいいと思います。この価格帯にしてはめちゃめちゃ頑張ってるヘルメットだと思います。リアの形はね、やっぱリードさんの方がいいんだよな。かっこいいと思う。リードさんの方がちょっと昭和っぽいんですよね。あと塗装に関してはこれパールホワイトになってるんですけど、まあ、すごくいいですよ。塗装は翔英さんとそこまで遜色ないというか綺麗なホワイトで仕上がってますね。あとここですね。怖くてまだ外してないんですけど、リードさんよりシンプルな作りで多分壊れないんじゃないかなと思いますね。曇り止めがつけられるので、まあ、その点もリードさんよりはなんか安心感がある。はい、開閉はもう少し使ってみないとね分かんないんですけど、じゃあこのチークパッドのところはすごく外しにくかったです。めちゃめちゃ硬いし、ちょっと癖がある。でその分しっかり入ってんだなっていう安心感はありますね。
安全性は高いと思うんです。ただ安全性が高すぎるがゆえに硬くて全然こう一回取り外しちゃうと全然入んないし、あれ初めどう入ってたんだっけみたいな感じはある。でやっぱ高いあの省エネの GTR とかと比べるとこれは安いなりにしかやっぱ作れないですよね。なんかそれはわかるんだけど、ただねあのチークパッドの別売りとかもあのパーツが豊富なんですよね。パーツが豊富だから、カスタマイズできる。でもカスタマイズしちゃうと今度高くなっちゃうじゃないですか。そしたら元の木編みじゃないみたいな感じはするんですよ。あのカスタマイズするとこれ、希望が多分3万ぐらいなんですよね。3万で売ってたり安い時2万なんですよ。じゃあ3万の時に、カスタムしちゃって4万とかなったら、あれそれ安い省エネの安い時にもうちょっと出したら手がね届くんじゃないかなみたいな感じもするんで、うん、ちょっと難しいですよねそこら辺はね。だからこれあのまあ今言いましたが、安い時2万で売ってるんですよ。リードの対抗馬なんですよね。はい、まあ、ちなみにガバンはなんか高い時買っちゃって2万5000円くらい払っちゃったんですけど、2万5000円でこれかみたいなところはまあ否めないです。はい、でそんでね、リードさんよりも、フロントのこのノーズのところがかっこいいっす。かっこいいっす、マジで。リードさん別になんかそこまで固形をね固形にするっていう話じゃないんですけども、リードさんよりやっぱり価格設定がちょっと高い分あって、その分は、納得感ももちろんある。じゃあその高い分と、安い分こうさっぴいて公平に考えるともうどっこいどっこいっすよ。1万5000円にして、リードさんにするのか、2万から2万ちょっとね、結構ブレがあるんで、そのぐらいで、ヤマハさんにするのかっていうのはもうね好み次第ですね。グラフィックのいくつかのバリエーションがあったり、まあだからヤマハの方がちょっと部があるんじゃないかなと思う。で、あとね、あ、大事なこと、かぶった時に、ヤマハの方はこれあのシステムヘルメットの宿命なんですけど、あのバランスが悪いんですよ、システムヘルメットの、なんだろうな、この重さの偏りで、ヤマハさんは左右の重さがちょっとかかる感じがした。はい、でリードさんっていうのは、前と後ろの重さがちょっとある、あのこうバランスがうまく取れてない、そんな感じがするんですよ。で、ヘルメット選びのポイントをちょっとお話ししたいと思うんですけども、はい、今、このゼニスさんをこう被ってるんですけども、ヘルメットを選ぶときにみんなこうやってなんだろう、あんま動かないで、ただ単に鏡を見てる方って多いんじゃないですか。やっぱヘルメット被ってると、被った時にですよ、実際に走行してたら前しか見ないってことは絶対ない。つまりこういうね動きをしてほしいんですよ。右左とか、もしくはこうですね、こういう動き、みんなやりませんか。こう右斜め後ろをね、合流入るときにこう見ますよね。左斜め後ろとかね、こういう動きをしてるときにこのヘルメットのバランスはどこに行くのか、こう前とか後ろ重くないかな、右とか左とかやったときにこう首疲れないですか。長距離やればやるほどこういう動きっていうのは回数が多くなるんで、ああなるほどなるほどという感じになります。はい、ちなみにこんな感じですね。はい、バイザーちょっと落としてみましょうか。バイザーついてるんですよね。はい、こういう感じになります。はい、でゼニスはね、すごくここがしっかり鼻のところまで来てるんですよ。はい、これがねかっこいいんですよね。そんでこれもう取れちゃってないんですけど、仮にここら辺だとしましょう。ここら辺リードさんは結構ここが広いんですよ。うん、ここは広いというか、ここなんだろうな、ここら辺がちょっと余裕がありすぎちゃって、うまくね隠れてくれないんですよ。なんかちょっと鼻の下が伸びてるおっさんみたいになっちゃうんですよね。だからこのシルエットがすごく嫌で、これなんか横にするとちょっと分かるんですかね。
あんまり良くないですよね。ここのシルエットが。だから、やっぱかっこよく見られたいじゃないですか。で、そういった点がやっぱり納得はいかなかったですよね。でもね、後ろはほんとかっこいいんですよ、後ろが。これ映ってんのかな？後ろはね、かっこいい。なんだっけ、あれ。インカムもちゃんとつけられます。あの、ホールが空いてるんで、インカムつけられます。ちゅうことで、いっぱいね、話したんですけど、あと、ゼニスはやっぱちょっと重いっすね。リードと比べると、重い感じがする。リードの方がなんか軽いんですよ。で、それはきっと、この重さのバランスが、リードの方がうまくこう分散されてるような感じはするんだよな。気持ち重いっすよ、やっぱ。だから、あの、総合的に考えると、どっこいどっこいなんですよ。あと、何を重視するかなんですよね。で、特に、あの、女性とかきついと思うよ、これ。これ女性辛いよ、これは。こっちは、やっぱ、男性が安くかっこよく被るには、これでいいと思う。ブラックとかもあるし、ブラックもある。全然いいと思う。あと、リードさんは、ホワイトがあったと思うんですよ。ブラックとホワイトがあって。で、ブラック、これ、しかもマットなんだよな、これ。ツヤじゃなくて、マットブラックになってます。はい。もちろん、これもサンバイザーがついてますね。リードさんのサンバイザーはちょっと、下ろしづらいっていうのと、あ、やっぱ、これ横から見ていただくとわかるかな。こんな感じでね。なってるんで、やっぱこのフロントが出ちゃってんだよな。これがかっこ悪い理由な。ヤマハどうなんだこれ。ここにあのあいつがいても若干こっちの方が奥なんだよね。サンバイザーがね、サンバイザーがちょっとヤマハの方が高さがあるんでしっかりカバーされるんで、だからあんまり見えなくて閉まった時にあのかっこいいというか、リードの方はあんまりこう完全にはこう埋まらない、空間が埋まらないので、鼻の下とかここら辺か、だからそのかっこよさがダウンしちゃう。あ、そうするとやっぱリードじゃなくてヤマハの方が個人的にはいいかな。リードディスるようなあのなんか別にそういうことを目的にしたわけじゃないけれども、まあこれが1ユーザーの厳しい評価ですよね。はい、その格安ライン、1万5000円から、まあ2万5000円のラインでどっちを選ぶか、どっちを選びますか。最終的に私が出した答えはちゃんこっちかな。またこれを1年後あの被ってみてどうだったかっていうやつをやってみましょうかね。というわけで本日は、格安システムヘルメット2つを比較してみたゼニス VS リード以上でございます。ありがとうございました。ギャボーでした。